皆さんこんにちは、にまるさんです。今日は珍しく新品でホイールを買ったので開封していきたいと思います。ウィーグルで7月1日に買って、10日過ぎに来ました。結構早かったですね。何を買ったかは今から開けてみんなと一緒に見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ早速開けていきたいんですけど、まずこの上の白いのが何かというとですね、こちらですね、あのコンチネンタルのグランプリ5000ですね。まあ、この買ったホイールに履かせるようで一緒に買いました。国内で買うより安いんでウィングで一緒に買いました。はい、では早速開けていきます。あ、なんか持ってたのと違いますね。なんか思ってたのと全然違います。今までボーラとか、ネタバレするとカンパニョールを買ったんですけども、今までボーラのウルトラとかを買ったことあるんですけども、まあそれと同じホイールバッグが入ってるかと思ったんですけども、あの黒に白のホイールバッグとかですね、それがちょっと違いますね。こういう形でなんか青なんですね。水色のラインが入ってます。ホイールバッグもですね、白黒ではないですね。ちょっと驚き。あ、デザインも違うんですね。こういう形で、これ今ちょっと画面だと黒く見えるかもしれないんですけど、紺色ですね。濃い紺色で、で、この、ファスナーの部分が水色ですね。あ、このデザインは新しいですね。びっくり。はい、もう一つ。こういう形ですね。ちょっとこのホイールバッグ開けて見ていきましょう。まずちゃんとホイールバッグでびっくりしちゃって、じゃーん、出ました。見えますかね。はい、カンパニョールのボーラ WTO の 45mm ですね。WTO はウィンドトンネルオプティマイズドっていう、なんか SEO みたいな感じなんですけど、空洞実験室で最適化されたホイールっていうことですね。ですから空力がすごく特化した、エアロホイールっていうことになります。このテカリ方めちゃめちゃすごいですね。ピッカピカというかテカテカというか、前のボーラーのウルトラとかワンとかの、ものは僕はもっとこんなテカってなかったと思うんですけど、めちゃめちゃテカってるというか、もう鏡面仕上げみたいな感じになってますね。すごい光り方ですね。これは高級感が半端ないですね。所有欲を満たすにはすごいいいんじゃないですか。あのボーラーのワンとかウルトラとかの、あの白と赤の、グラフィックがすごいかっこよかったんですけども、ボーラーの WTO になってすごい地味なデザインになったなと思ってあんまり興味なかったんですけど、こうやって実物見るとめちゃめちゃかっこいいですね。これ
がついてるかと思ったら TM っていう登録商標の TM だったですね。びっくりした。傷がついてるかと思った。最初傷がついてるかと思ってすごいびっくりしました。今回ツーウェイフィットということでここしか穴が開いてないんでチューブレスにできるみたいですね。で11速の島のハブちょっとだけ回してあ、めっちゃ静か。なんだろう、めちゃめちゃ静かな音がするんです。なんか拍子抜けするほど静かな音がしますね。これも多分グリスが抜けてくると音が大きくなってくるんですかね。なんか思ってたのといろんな部分で本当思ってたと全然実物違うなっていう感じですね。はい、ホイールに挟まった紙なんですけども中にこうトリセツじゃないんですけどなんかこういうコーションみたいのが入ってますね。なんかおしゃれになってますね、随分と。次はこのバッグですね。これちょっと黒く見えると思うんですけども実は本当濃紺ですね。紺色で、でジッパーの部分が黄色ですね。で、なんかはトリセツとかですかね。トリセツと、クイックリリースですね。クイックリリースとかあとはブレーキシューとかあとはまあチューブレス用のバルブとかその辺が入ってますね。ポーチとしてなんかちょっとおしゃれですごくいいですね。なんかほんとこじゃれた感じにすごいなっててびっくりしました。でフロントの方も見ていきましょう。なんですけどもすごいスペシャルのロバールの CLX に似てますね。空力をやっぱりまあ極めていくとこういう形になるんですかね。同じような形になっていくんですかね。ここは本当スペシャルにすごい似てますね。本当空力良さそうですね。ではホイールの重さを測っていきたいと思います。まずはフロントから62.5 ですね。次はリアですね。852.5g、852g ですね。はい、こんな感じでボーラ WT545 の開封動画でした。まあこれでまた乗ってインプレとか他のホイールとの比較とか、
スペシャライズのロバールの、CLX50 との比較動画とかそういうの撮っていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた。